ベンガルちゃん、ほんなこれ、まあ、ベンに漏れなく、カメラ録画して、見ますが、全然大丈夫です。いつもどこでや、でもそのか活動というかさ、まあ、シルバーウィングスやなんやかんや、出入りされてるんで。いや、シルバーウィングス行きたいんすけど、はい、なかなかまだ行けてなくて。どこで。そうっすね、まあ、オールディーズだったら、今ほとんどライブやってないで行ってないですけど、アメリカングラフティーズっていうとこが。アメリカングラフティーズ、ヨーイ君が、味噌の橋にあるきなこっていうとこで。ちょっと待って、味噌の橋めっちゃ家から近いですね。あ、マジですか。味噌の橋から来たんですか。三鴨神社の近くやね。本当ですか。え、マジか。そこにあのオールディーズのライブハウス1個ある。あ、え、そうなの。あっこっすよね、味噌の橋っていうか。え、きなこ、ほか弁とか。あ、うん、あっこ。はいはい、あのほか弁の通りに。ほか弁の通りに。あ、そこにあんの。あるんですよ、地下に。あー、カラオケのおっちゃんがやってる。あ、いやいや違うって。ほか弁の通りやったら、ママ、あのほらあっこやんか、コープとかある。あ、そう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 、あの道のほか弁側に行って、うんうん、こういうやつっすね、あのなんか惣菜屋みたいな。あー、そう、お弁当屋みたいな、なんか惣菜屋みたいなありますね。うんうん、それ通り過ぎんの。まだ通り過ぎるかな。あ、ちょうどそれぐらいのとこにあるんじゃないかな。の向かい、向かい、渡ったとこ。あんなとこにライブハウスあんの。地下1階に。マジマジ。結構住んでから長いけど知らなかったけど。結構面白いっすよ。名物ママがいて、そことからたまにとかかな。あとはジャズフェスとかですかね、最近。あー、平方のやつとか。よいしょ。あ、今平方のジャズフェスあるんや。なんかそれ聞きたいってね。そうそう、な、高槻、茨城、平方って全部ほぼあるやん。ほぼほぼあるっすよ、今。なあ、あ、あ、へぇ、味噌の橋、え、なんとおっしゃいました。きなこ、きなこ、きなこ、検索したら出てくる。あ、多分そうだろうな。なんか音楽が好きなおっちゃんのバーみたいな。そうなんですか。それはだって通りが違うもん。そう、王将の横やろ。ああ、王将、王将かな。なんか中華料理ある。ああ、それ高価やな。そうそう、高価。はい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 、はい、だからコーチとか言うてはるから高価とかそっちの辺やですか。本当ですか。あの辺の地詳しいんやったらめっちゃいいやん。いや、もうめちゃめちゃ行ってます。そうなんや。マジか。はい、どっかですれ違ってっか。あ、じゃあ246もめちゃめちゃ来てるから。あ、そうなんや。ですよね、まあ、絶対どっか。あ、そらええわ。あ、そんな感じですよ。長い、長いの歴は。あ、歴ですか。もう、まあまあ言うても大学の時からやってるんですけど、うん、ちょっとブランクありますけどね、なんか、時、まあまあ十数年ぐらいになるから。なんか喋りもさすやし、すげえ。普通に喋ったのに喋りもさすやし。さすやろ。無理になる。初めてやった。なんかさ、なんかぎこちない風流れるやん、大概。まあ、全然流れへんやん。なんかがすごい、すごいスキルやん。そうなんですか。じゃあ今ちょっと結構なんかファンクっぽい曲多いなって感じしてたんですけど、うんうん、でもどっちか言うとこうもうちょっと歌物に、そう、これからやっていきたいっていう気持ちも あるけどっていうところかな。なかなかそういう、そうそう、ドラムのこと大きいし。まあ環境作りはしてるっていうのは実際あるかもわかんないですね。環境作りですか。でもまあそのやっぱり年齢もまあ5、うん、そのまあ50前というか、うん、ねえ、あれなんで、うん、でまあ結構落ち着いてきてる人もいっぱいいてるから、うん、だからそのまあ
イベント的な、なんか自分らでもう ホールというかちょっと借りて、うん、ね、で、同じ曲ばっかりやってるんで、そんなんもまあ、もうそろそろコロナ落ち、ね、あれで、あ、そうですね、うん、ちょっと飛んでましたけど、いけんのかなというような。そっかそっかそっか、うん、そういうちょっとしていこうかなみたいな。そうですね、だからほんまに、だからこれコロナで2年近く飛んでるもんね、こっちも。あ、そうなんですね。何もせえへんかったの。2年ぐらいあったな。1年ぐらい。いや、2年は空いてたんだ、うちも。あのフェイクとかは、はい、それもまあ、はい、時間1時間あるから、ね、あ、そうですね、それだけっていうのじゃあまあ、なんかガチャってみる。あ、はい、あれですか、これについてないな。あ、Aシャープマイナーからの F シャープのやつですか。あ、そうですね、はいはいはい、それほんまに4つだけでやる感じ。そうですね、これ4つですね。F シャープ、あれ頭抜いたりとか結構こだわってる感じですか、あの辺。いや、全然、あのもう余裕でみんな勝手にアレンジうちありやから。はい、あ、そうですね、よかった。めっちゃうまいやん、やばいやん。ワン、ツー、チェック、チェック、ワン、ツー。いや、これはまたちょっとセッション2みたいな感じでしましょうか。はい、ワン、ツー、結構歌物って感じですね。そうですね、1の方で、ね、ドラムもないけど、バッチリ、バッチリ、バッチリというか、ちょっとアンプが、そんなでかいラマイアンプじゃないついた？なんかあれですかね。はい。
ブレイクする感じ。あ、ほんまですか。はい、そうそうそう、どうなりました。ちょっと待ってね、カモトちょっと部屋出るわね。ちょっと、すいません、ごめんなさいね。はいはい、どうぞ。はいはい、めっちゃうまいやん。いや、やばいやん。そんなにな体型な。いやすごいな、全ジャンルいけそうな空気感。でもオールディーズは結構勉強になりましたね、やっぱり。逆にあれ難しいよな、ロックンロール意外とできないんですよ。あ、そうな。いや難しい、ほんまに。逆にな、逆にですね、もうあの分かる気がする。コテコテのやつ、これ難しいですよね、やっぱり。分かる。コテコテやなっていうのは単調な分。ちょっと今日お仕事がね、ちょっと変わってて。大丈夫ですか？いけはった？いや、今から陸地行く言うてはるから。もう受付に見せろって言うたら全部。まあそうやな、まあ多分そんな早いね、多分。ごめん、ちょっとお茶の濁しちゃったね。もうちょい、バランス的にはどんな感じ？バッチリじゃないですか？バッチリですか？ですかね。かっこいいベースですね。ベーシストに座ってます。いや全然、もうみんなで座ってます。みんなで座ってます。ベースの人は。はい、もう一点物これですね。じゃあ、これがまあ初テイクということで。初テイクじゃあ、行きます。はい、just kept chilling. Nothing in the low end, love heaven. Begging now. Shady, you did be bossy. Long to get to in our head. Let the best light look on, say no more. Let me out of it. Let me out of it. They wanna touch you. I want you to. Let me out of it. Let me out of it.I wanna touch you, I want you to. The highest enemy, I am right at that. Past the overhead, flow to the edge. What you gonna play now? I'm big deeper, big deeper. Grab it, I'll cap it to with this not I. What you gonna play now? What you on, pray now? Let me out of it. Let me out of it.Okay, get a cow!Thank you.
love the song and you love the book says a bitch and I'll make a tight and good juice no poker no telepathy tell the news truth I'll stop it from being a bitch but for the fuck to the booty told it all as I'm a bitch I'm not me I'll toss the shot the break but I'll fight the big bag of hands and I'll fight it what will you be if I get you change stop it to bottom down to everyone's used to believe that you'll say I'll fit to call out times and the bad bad what did I got the drug trees so what's this house there for where said you were can't last time as I said I love it that I'm a fake just wanted it every man just ran to say guitar cutter しかも2週払わずうち大概2週やねんそれなんか言ってはったそのな、ベースアーティストさんって、はいはい、なんのどこのベースの人あまあマーヴィン・ゲイとかのそうですねもう弾いてるマーヴィン・ゲイが、大体ジェームス・ジェマーソンが多いんですけど、はいはい、そのちょっと下の世代ぐらいなんですよストリートウォーキングマンとかってことなんですかね。それ誰の曲？これがですね、マリーナ・ショーっていう人の。ああ、へえ。あとか、Feel Like Making Love。はいはいはい。今流行ってるのそれ。あれね、まあ、なんかよくあるやつですけど、あれの一番有名なテイクのその、有名なテイクは誰なんだろうわかんないけど、そのマリーナショーっていう人のテイクでこう弾いてる感じ。あとなんだろうな、スティーリーダンか。スティーリーダン。スティーリーダンもな。まああれはちょっと AOR ありましたね。なんか恥ずかしいな。ダニー・ハサウェイとかアレサ・フランクリンかな。ああ。なんだっけ、ロックステディ。
か。みたいな、こういうなんかこうとか、あの、いわゆるこうソウルっぽい感じですね。よくあるこういう、おー、いいじゃん、よくあるこういう、よくわかるじゃないそれよくわかるんで、でも音も激渋やん、まあ、そっち系が結構、まあ、好きっすね。なんだろう、それやろっか、それキー何、あ、なんですかね、いや、何キーでもないんですけど、ディ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 、あ、これ1、A、A、ま、A7 みたいな感じ、 A7 やな、A7 で、たじゃなんか適当にやろっか。なにそれ、ベートベートでもないよ。うまっ、な急にセッション始まる。まあでもずっとこれもなんか歌いにくいっすね。いや、全然別に私、いや、あの、タエさん、あの、ラップしはるからラップでやれってか、無茶ぶりやな。ジャムりやすいのでいきます。ドラムに行こうかな。なんだろうな、割とでもあれですね、歌物だったら結構こういうベースラインが多くて、うん、例えばこう早い16分なんかだと、はい、まあ、AA で言いますと、難しい歌のやつじゃん。あ、これ、まあ、早くするところなんですけど、バラードなんかにもこう。ああ、なるほど。音にあんまりない。はいはいはい。なんかこう、こういう、こう、応用が効くんで、この人も好きなんですよね。それ、それ A7、A7、例えば、っていうか、あれやな、メジャーセブンで行った方がいい、メジャーセブンでも、はい、感じやな。で、こう、よくこう、わー、かっ、渋いベースやな、すごい的な、すごいわ、お前すごい、どういう裏にコードがあるのかわからへんけど、でも面白くないですか、1番、1番なんかね、まあ、1番、じゃあマザーやってみる、うん、マザーいきます、うん、1番やってみよう、まあ、ベンガルちゃんのやつでも面白いと思うけど、あ、まあ、じゃあ、一回やってみようか、やってみよう、ちょっと、はいはい、うん、なんかそれでポクポク弾いてみます、ちょっとそれ、はい、じゃあ、じゃあ、まあ適当に、in this is for
looking for man in the dark trucks. Take a man telescope holding into the man eating. Hairmaker was desolating stars again my life. What a star here waiting. We sing ready, matter, matter, and the stars are smiling on us. If you every time power, I win or lose this love. めっちゃ緊張しますよ。いやいや、なんで
いや、うまいわ。なんでこれほどの人がいろんなマス探してんの。いやいやいや、行く手余ってる。やっぱり、いや、そう、同じ悩みでやっぱりロックが多いんですよ。あー、ですよね。やっぱり、うん、なかなかこれできへんねん。ちょっとあ、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ会話してる感じっていうのが、はい、なんかね、難しくて、すっごい、うまいやいやいや、でもうまいなんてもんじゃない、いやレベルやな、いやいやいや、そんな、そんなあれっす、いや、すごいわ買いかぶりすごいわ、すごいいいっすね、いや、ほんま、ほんまにすごい、いや、マジで聞き折れる、まだもうちょっと いけますよね。E フラット弾きにくい。E でいきます。どうぞ、なんすかこれは。リズム僕作りますわ。どないだっけな。なんかレゲエっぽい感じ。レゲエじゃない。なんや。久しぶりに。Thank you.
ちゃうとやりたくなるよな。You got the best of mine now. Oh, oh, oh. Sit down with me. You got the best of mine now. Oh, oh, oh. Sit down with me. You got the best of mine いや、すごいわ、ほんまにすごいっすね。ねマジで、どういう経緯、すごすぎに、いやー、うん、ちょっと嬉しいっすわ。いや、マジすごい。なんかもうめっちゃブラックミュージックやろうとしているのがもう伝わってくる。あー、はい、そうなんすよね。俺は多分 やるんやなっていう感じ。でもなかなかね、もうほんまさっきのお話ですよね。いや、ドラ、まあでもね、そうですよ。あとだからほら、なんか日本語の歌詞で、はい、まあちょっとアコギで、はいはい、ちょっとみたいな、で、なんか、うん、ボンゴみたいなんでやられてるみたいな方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、え、あ、それはギターで。いや、あの、だからその、なんていうのかな、ちょっとぽい、そんな感じではあるんやけど、はい、なこのガチにこのなんていうのかな、メジャーセブンで、バキバキにっていうのってなかなかいないですよね。すごい、本当にすごい。うん、今は2曲歌、まあ、この感じかなと思ってもお持ちしたんですけど、いや、本当素晴らしい。大好きでございます。ね。凝った構成はいらないっていう。ああ、もうなんか大好物な感じがもう出てましたね。僕がもう大好きで、ふー、いやいや、いい曲ですね。いや、でもそもそもそのボーカルの方がもうまずこういうジャンルでやられていただける方がもう、いな、まあ、そんなことない、やらなすぎますよ。ボーカルはだって、まずは乗っかって歌うだけやから。いや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 。いや、でもほら、僕らの時より、前やったら、ベンガルちゃんの時やったら、どういう、その、まあ、歌が比較的な。あ、そうか、そうか。まあ、R&B がちょっと、俺らの時なんか、なあ、なかった。ジュースカイウォーカーズしかなかった言うても、ボーイやなんやから始めてるから、8ビートかメタルぐらいしか、あと久保田としのぶ、もともとだから僕とタエさん、タエちゃんがあの久保田としのぶで2人あったんですよ。久保田としのぶちょっとやってみようかみたいな、ああ合うなって言って、それすごいなっていう話になって、なんですか、ララララブソングとかですじゃなくて、この間やったあれやタイムシャワー、めっちゃタイムシャワーに打たれて、あ、それはよっちゃんメスやったな、あれ、あ、そうそうそう、まだあのベルじゃん、その、まだその家庭用コンポがこんなぐらいでかかった時、あのジャズコぐらいあったよな、家庭用の、コンポが、え、36って言った、あ、そうそう、あ、はい、あんなんやばい、ちょっと時代ちゃうわな、そう、10ちょうどなんか一回りちゃうやん、そうやな、じゃあ、えとが、もうえと一緒やもんな、え、トラかウサギやんな、トラっすね、トラ一回りやん、トラやもんな、あ、みっちゃんと一緒か、そうや、だから丸々一回り、
そだコンポこんなんじゃないわ。そだそだな。そだせやわ。そう一緒か。そうか。いやでも嬉しいな。嬉しい嬉しい嬉しい。すごい。ランビやりましょうもねえ、ぜひ何でもできるやん、ブラックもアルランビもファンクも全部できそう。どうする？音楽やる？それとも話し続ける？ちょっと別に話終わってからでもできるから。まあそうやな、なんかやるじゃん。もうでもネタが3曲しかないな。フェイクはね、まあ、アルランビっぽくはないんですよね。ただまあ一応ね、ロックの上がりの人が、はい、ああ無理やりにこっちに持ってくるきっかけとしては、そうっすね。それ歌詞なすごいっすね。すごい分量の歌詞。すごいです。歌詞はもううちないんですけど、すごい、ないない、歌詞ないんですよ。歌詞、あれメガル君、あれ英語ペラペラな人？ペラペラじゃないですけど、ペラペラのしてたバレバレの、あのもうカタカナでやってるから、いいじゃないですか。まあそうやね、もうなんとなくそれっぽかった映画、そうリズムがあればいいかなっていう。優しい。優しい。なんかでもちょっとなんか違うやつやってるよ。 A7 でなんか歌入れんかってもいいやん。コラボやったらええやん、せっかくやもん。えコラボやったらええやん。歌歌関係なくやってくれたらええやん。でもなんか、うん、まあ、楽しい、これはなんかもう、まあ、リフみたいな感じですからね。こういうのってですよね。ちょっとなんか、まあ、そんな、なんかそれで続けれちゃうっていうと、なんかなかなか面白みが。ブルースとかってされるんですか？はい、じゃあブルース、あの普通のブルースな感じで。ファンク、まあそう、Come on.
いやー面白い、楽しい、楽しすぎる。え、京都でや、京都でやってんの？あ、そうっすね、基本は、ね、はい、今へぇ、いや、だから本当ね、シルバーウィングスが連れてってほしいですよ、お前。おー、全然、そんな絶対めっちゃ行ってますよね。まあ、全然、平井さんとか全然久しぶりやけど、ね、コロナ以降はあれやあれっすけどね。僕ら行っとったなんかアフタービートとかなんか古いところも潰れちゃったからな、なんかな、いろいろ、ボックスも潰れないの、なんか、そうそう、三条のな、あー、なんか聞いたことがあんまり、そう、あんまライブハウス行かなくて、そうなんですよ、アンダーグラウンドでなんかラスそうっすね、余計かっこいいやん。もったいない、もったいない。え、でもそれセッションはやってるでしょ。いや、あ、まあまあやってましたけども最近は全然すごい。あ、そうなんですか。なんかもう子供できて、ああ、そうなんだ、そうっす、
2歳いや一番かあだからしばらくちょっと出にくい状態だよなだったっすね今ちょっとこうそうかそうか落ち着いてきてなるほどなるほどなんかちょっとこうロックみたいな、うん、相方のドラム結構ロックな子だから、うん、あそうなんやちょっと違うなあで今年チラチラ見てたらちょっとおみたいなあそうなんやほんなすごいタイミングやすごいタイミングいやそうですねぜひぜひめっちゃ嬉しいわそうですね、まあ、ほんでなかなかでもまあ、メンバーがまあほんで時間とかそんなんもまたほんでドラムもうち基本的には、はい、そのこの子とやってる R と R っていうそこのバンドは、はい、オリジナルでは進めてるんですけど、はい、まあほんでそれ相応のなんていうんですかねまあジャズやりたい人もいれば、はいはいはい、まあいろいろまあちょっとこんなんもやってみみたいなのもあるんで、まあそれはそれで取り入れて、はいはいはい、でまあ時間さえあればドラマーの方もまあ来てもらえる方いてますので、ぜひじゃあ、はいはい、ね、はい、一回ちょっとやつお願いいたします。えなんで今日昼来れてんの？何の仕事なの？あ僕あれなんですよ。うん、ですね。24時間動いてる工場で働いてるんですよ、ね、なるほどなるほどシフト制ってことか今日も21時から仕事なんですよえさあそうなんかそうなんですよへぇーそうそう貴重な時間を削っていや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 逆にあれですよね車のそうそう仕事車ハーマンあやっぱりモータース、YouTube の中になんか車のチャンネルがあって、うん、あ、そうなんやそういうあ、そう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 、そうそうそう、めんどくさいから、買ったんでじゃあ、そういうお仕事かなと思ったんでそうそうじゃあ、結構、例えば今みたいな時間とか結構全然いけるでね行けることが多いかもしれないもう、っていうかまあ YouTube 多分見ててくれはったらまあ分かってくると思うんですけどこの人ずっとスタジオ行ってんなっていうぐらい遊んでるんでめっちゃ行ってんすねだから時間は全然だから夜の方が出にくいんやなそうやな